皆さんこんにちは。日本一ソフトウェアの新川宗平です。よろしくお願いします。本日は、プリニ1と2をセットにした、スイッチ版のゲームをご紹介します。もともとプリニーというキャラクターは、魔界戦記ディスガイア1の時に、登場しました。初めにキャラクターデザインを、原田武人さんにお願いした時に、マスコットキャラクターを作ってほしいということで、依頼をしたのが、スタートになります。マスコットキャラクターにしたいっていう気持ちはその時からあったんですけども、実際に、まあ、今みたいに、皆さんにこう好きになってもらえて、日本一ソフトウェアグループの、まあ、マスコットキャラクターにまで成長するっていうところまでは想像していなかったので、実際に多くの人たちに愛されるキャラクターになって、まあ、非常に嬉しく思っています。いつのタイミングだったか忘れたんですけれども、プリニを主人公にしたアクションゲームを作ってみないかっていうアイデアが、出てきまして、それが面白そうやったんで実際にやってみようっていうことで、企画を始めたのが、きっかけだったと覚えています。最初にこうプリニーをデザインした時に、原田さんから出てきたキャラクターが、まあ、今のペンギンのキャラクターだったんですけれども、まあ、それが非常に、まあ、可愛かったのと、でも目は死んだ魚のような感じで、気持ち悪かったのと、まあ気も可愛いんですかね、はい、非常に良かったんで一発 OK でした。このプリニーのゲームを、ストラテジーゲームではなくてアクションゲームにした理由なんですけれども、まあシミュレーションとかストラテジー系のゲームってやはりその遊ぶ人を結構選ぶだろうなっていうふうに思っていまして、まあ、せっかくマスコットキャラクターのプリニーを主人公にするんであれば、もっとたくさんの人、例えば小さい子供でも遊べるようなゲームにしたいなっていうことで、アクションゲームというジャンルを選択しました。プリニーのアクションゲームなんですけども、まあ、非常に難易度が高いという評判をいただいておりますけれども、もともとその、昔の、ビデオゲームのアクションゲームっていうのは非常に難易度が高かったと思うんですね。で一発で死んじゃって、それを繰り返し遊びながら、覚えていくっていう、ゲームだったと思うんですけども、その面白さだったり難しさ、そして達成感っていうのを再現したくて、あえて、そういう難しい難易度のゲームに仕上げました。で、ただ難しいだけだと、まあ、今の時代にはちょっと合わないかなということもありまして、まあ、またプリニーは何匹死んでも大丈夫だろうということもありまして、残機を1000というふうにさせてもらいました。まあ、ディスガイア自体が、まあ、ちょっと普通のストーリーではないと、まあ、他の、まあ、RPG とかね、そういうゲームでは絶対やらないようなストーリーを作るっていうふうに、まあ、ディスガイアシリーズ考えてまして、で、まあ、そこから生まれたプリニーというキャラクターでもありますんで、まあ、普通じゃダメだろうと。なので、まあ、他の、まあ、ゲームメーカーさんだと絶対やらないような変なことをやっていこうということで、プリニーもストーリーを作りました。最後に、ゲームを、楽しみにしてくださっている皆さんへの、まあ、メッセージとしてなんですけれども、プリニー1あるいは、2を、遊んでくださった方たちには、もう一度ぜひスイッチ版の方でもね、難しいアクションゲームのプリニーを楽しんでいただければなと。初めて、
遊ぶという方に対しては、まあ、非常に難しいゲームではあるんですけども、残機は1000ありますんで、まあ、思う存分死にながら、覚えていただいて、まあ、プリニーの動きだったりとか、ストーリーとかも含めて、いっぱい楽しんでもらえればなというふうに思います。それでは皆さん、よろしくお願いします。お楽しみに。